待たせいたしました、天神祭り報道2015日本国際ドラゴンボート選手権大会、レースナンバー34オープンの決勝です。レーン1ゴーバック、タイム的に良かったのはレーン1ストップ BP の52秒66、磯風総遊会が52秒75、フィリピンアーミードラゴンボートが53秒27、ほとんど差がありません。レーン1ストップ、レーン2ストップ、レーン3ゴーバック、レーン1ゴーバック、レーン3ストップ、レーン1ストップ。 Are you ready?Attention. Go! さあスタートしました。レースナンバー34番オープンの決勝レース、どういったレースになりますか。ものすごいスタートを切りました。2レーンのフィリピンアーミードラゴンボートチーム、3レーンの BP、 4レーンの磯田総遊会、全く譲りません。それを挟むように1レーンの BP ジュニア、5レーンのヤンググリーンもついていきます。 100m の V をこれから通過いたします。激しい水しぶき、そしてあのパドルさばき、ものすごいレースになりました。フィリピンアーミードラゴンボートチームがわずかに抜け出しました。さあこれを追っていきますのは3レーンの BP、 4レーンの磯風総遊会、ちょうど中間点を過ぎましてゴールまであと 90m になりました。さあ先頭は2レーンか、2レーンのフィリピンアーミードラゴンボートチームか、そして向こう側磯風総遊会か、先頭は2レーンか、先頭は2レーンか、そして向こう側の4レーンの磯風総遊会が追いつかる。しかしなかなか差が縮まらない。さあ先頭は1レーン、2レーン、2レーンが5人、フィリピンアーミードラゴンボートチーム1位、それから第2位が4レーン、その後は3レーンが上がってまいりました。アーミードラゴンボートチーム第1位、第2位は4レーンの磯風総遊会、第2位、第3位が3レーンの BP、 第4位が1レーンの BP ジュニア、第5位が5レーンのヤンググリーン。これが放送席から見た着順です。最後の大トリのレースでしたけれども、34レース、勝ちましたのがフィリピンから今大会参加していただきました、フィリピンアーミードラゴンボートチームで1着56秒56というタイムでした、3レーンのフィリピンアーミードラゴンボートチームが1着、そして2着に連覇を狙いました磯風総遊会が57秒53で2着です。3着3位になりましたのが3レーンの BP で58秒15、4位が1レーンの BP ジュニアで1分1秒48、1分1秒下。オープンの決勝戦の模様、結果が入ってまいりましてお伝えいたしました。今日すべて34レースということで、これですべてのレース終了でございます。まもなく閉会式ということになります。
Thank you.